なら呉の市民にですね、はい、一言エールをいただいてもらって、うん、大変な、自然災害で辛い悲しい痛い思いされた方もおられると思いますけど、明日は必ず来ますから元気を出して一歩でもいいから前に進んで、明日の朝も朝日をみんなで見ましょうっていうふうに、思ってます。そういうふうに願ってます。3300キロ、はい、それを歩くときに広島県の廿日市に歩いてたらな、高齢の姉さんが「おいちゃん」って言って「ちょっと話聞かせて」って、まあ、時間はちょっと定かじゃないけど話しとって、はい、で「おいちゃんありがとう」って言うか「姉さんもお気をつけてね」って言って分かられたら、どのくらい経ったか知らんけど今度おやつさん連れてきた の四国でいうお接待。おじちゃんこれって言ってポッと渡してくれた千円札で1枚くれたんですよ。会ったばっかりの人が今度はお父さんご主人も連れてきて、長い旅だけど気をつけてねって、これなんかジュースかなんか食べ飲んでってくれたからね。だから九州を出発してから初めてなんですよ。そういう声かけてくれた人おるけどね、なかなかね初めての人に千円なんかできないですよ。だから今度は岡山、広島、愛媛で災害があったでしょう。で、自分が今度は万分の一のお返しができるのは広島だなと思って、だから来させてもらったんです。お手伝いさせてもらってるんです。山口のご苦労さんでした。あ、吉君の？はい。いい。今週はこっち来られると思って。地元の方ですか？地元です。あ、そうですか。どうも、またお探しですみません。いつまでおられるんですか？31日までボランティアさせていただきたいけど、あ、まあ、地元の方がもういい加減3日ぐらいしたら帰れって言われたら帰らないです。すごいですね。なるほど。